うわ、こんなにみずみずしさ違うんすね。これはもうめちゃくちゃ美味しいんですけど、なんで岡山がこうもっと PR しないのかっていう、ね、このえぐみのなさが、うん、やっぱ自然栽培ならではの、うん、これもこんな綺麗になるんすか、実が。はい、こんにちは、キータンです。今回は岡山の飲食店さんで野菜にこだわってらっしゃる人気のお店ではよく使われている頭農園さんというところに行ってきました。頭農園さんって自然栽培で野菜を作られてるんですけれども、肥料とか農薬を一切使っちゃいけないんで本当に作るの大変だと思うんですけれども、その分野菜の味が濃くてめちゃくちゃ美味しいんですよ。今回頭農園さんのところで、どんな風に作られてるのかなとか、どんなところで農業されてるのかなっていうのをちょっと見ていただいて、皆さんが頭農園さんの野菜に出会った時により親近感持って美味しく食べれるんじゃないかなと思いますんで、ぜひぜひ見てみてください。これ絹川なす。絹川なす、これはもうめちゃくちゃ美味しいんですけど、なんで岡山がこうもっと PR しないのかっていうのは、焼いたりとか揚げたりとか。そうですね。これあのでも農場試験場にがあるんですけど、はい、そこに、はい、そこに行って種をもらってきてやってるんですよ、はい、普通には販売してないんで種は。やっぱ気候が合うからか作りやすいのは作りやすい。でこれがシンクロナスって言って、これが染料ナスとかの親になってるナスで、これ多分北関東とかそっちの方なんですよ。これ全然気候が合わないですね。夏とかになるともうあのめっちゃボケナスになって種も中に多い。でもこれ味がいい。そうなんで染料ナスの片親になって、ネギもあえて植えてらっしゃる。あ、そうですね。これはあのコンパニオンプランツって言って、一本植いろんな種類の野菜を、はい、でネギってあの一応人間でも消毒の効果があるじゃないですか。それも土壌にも同じ効果があるのと、ナスビの病気予防みたいな、今年ほどナスが取れた年はなかったです。ナスだけが良かった。焼いてみたいですね。もうこれ丸ごと焼いたら美味しいらしいですよ。あ、そうなんだ。焼きナスでもいける。すぐ火が入るらしくて。同期やりですか。ああ、いえいえ。あ、そうです。今、赤ナス使ってるんですけど。赤ナスって熊本ですか、ね、熊本ですね。あ、ありがとうございます。あの、食べれんかったら、そのください。あ、いえいえ。あ、甘い。生で食べるんだったら水なすの方がいいですかね。うわ、こんなにみずみずしさ違うんすね。えぐみのなさが、やっぱ自然栽培ならではの、どうしても肥料とか堆肥とか、農薬とか使っちゃうとえぐみが出てくる。でもこれ何月ぐらいまで取れるんですか。これは霜が降りるまでは取れます。霜降りるまで、で11月の半ばぐらい。もう霜が降りたらもう木が枯れてしまうんで。今どうやって販売されてる。今はその日朝取れた分だけを取って、で袋詰めして、あの京葉に乗っけていく、それぞれパッキングしたので、飲食店もあって牛やつだけ取ってもらう。石川さん、石川さんです、ね、一番最初そうですね、ご挨拶した石川さん、ね、石川食堂さんでたまたまテレビの取材用に撮影行かせてもらったらいらっしゃって、でその時にそうですね、はい。で前はそれで回って売れ残ったやつを全部天地下に落ちたんですよ。ああ、そうなんだ。今は逆にもう売りほとんど売れちゃう。
今の時期はほとんど売れちゃいますね。おすごい、野菜がないんで。どうしても。もう今じゃあ新しいお客さんはあんまり受けれない時期による。そうですね、時期によります。時期によるもう夏の最盛期のあふれる時期とかだったら、うん、もう余ってしょうがないんですけど、うんうんうん、それはもうちょっと一瞬だけなんで、うんうんうん、増やしたくても増やせないのが。完全にもお一人ですか？嫁と二人でやる。奥様、嫁はまあたまにちょっと人手がいるときに手伝ってもらうぐらい。大根の1回目巻いたやつなんですけど、まあ、全然ダメですね。これで大根も何種類ぐらいある？大根3種類ですね。もうこういった感じでなんか全然生育のあれが違うんですね。そう、全然できないんですよね。自然栽培ってことは肥料を入れて耕すってこともしないってことですか？もういや、耕すのは耕します。耕すは耕す、うんうん、肥料は入れないです、ね、肥料は入れずに耕す。何の差なんですか？あとはひたすら草取りとか中耕してます、はい、中耕で、あのさっきやってた耕す。もともとこの場所はなんかつながりというか、ここはちょっと遠い親戚の畑で、で畑探してた時に、はい、教えてもらって、で借りることになりました。僕出身は隣の熊山町っていうところ。あ、熊山なんですね。はあ、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 これがあのイタリアの白インゲン豆なんですけど、はい、おお、うわ、めっちゃ力強い感じですね。こんなに味濃いのなかなか。これだけで結構美味しい出汁が出ますよね。あー、いやこれすごいわ。なんか想像してたの3倍くらい味が濃いんじゃん。なんか美味しい。なんか爽やかな感じを、取れたての豆ってなんか爽やかだなって思うことはあっても、うん、こんなにどっしり、うん、全然違うんです。セルバチカです。イタリアンレストランで食うやつと全然違うんです。どうなんすか？もうここまでパンって味広がらない。これだって素人見ても見つけられないですよね。これ雑草。こういうの勝手にこぼれ種で生えたやつなんですよ。へえ。そういうやつの方がやっぱ元気に生育が育ちますね。もう自分が撒いたのじゃなくて、もう勝手に生えてきた方が全然美味しい。結構そこら中ありますよ。これとかこれとか。あ、これとか。こんなにはっきりした味したセルバチコ食べたことない。ちょっと向こうにも畑あるんで行きますか。あ、ありがとうございます。うわ、ありがとうございます。多分全部味がすごいです。濃い、すごい。肥料をやらないんで、野菜の根っこがどんだけ張れるかなんですよね。だから交番層っていう硬い層が、硬い板の層、そうそうそう、大体 2,30 センチぐらいのところにあるって言われてるんですけど、そっから下に根っこが張れないんですよ、野菜とかは。だからその交番層を壊してやって交番層がなくなってきたら野菜の根っこが深くまで張れて、栄養素を吸える。はい、僕が食べます。あ、オクラってこれ白オクラ。やっぱ味っぽいっすね。うん、白粘りが強い。粘りが、うん、うわ、これ赤株なんですけど、まだ全然色ついてます。なんか自然栽培ってもっとなんかボワーモシャモシャっていうイメージしちゃった。いや、だいぶもう、はい、結構草取りとか中耕やってるんで。噛むほど味が出てくるっていうか、噛むってそんなイメージなかったから、なんか無理やり下味炊いたりとかして味付けんといかんっていう。あ、ほんと後から来ますね。うん、後からグッと来るのが、噛む後からなくなっていくイメージだから。すごい。根菜、人参とか株もそうなんですけど、もんだりするじゃないですか。ああ、その時に水分が全然出ないって言われます。逆に味が濃いってことですか。皮なんか出まくりのイメージ。そうですよね。でも味も染みないし、だから、はあ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 、水も出ないし、人参とかジュースにしたら普通だったらこんぐらい取れるとこんぐらいしか取れないとか言われますね。肥料をやってたら、はい、成長がどんどん早いじゃないですか。はあはあ、なんで細胞が膨れてるじゃないですか。そうか、
だからそれでその中にも水分があるけど、こっちはじっくりじっくり成長は本当遅いんですよ。あーはははチーマディラーパです。チーマディラーパは西洋菜花、ニンニクオイルとかで蒸し炒めみたいな感じでした、ね、これ旬です。去年はこの時期結構乾燥してたんですよ。 雨も降ってなくて、塩味があるというか、ミネラル感がすごくあったんですけど、でも背中丸くなったりしないんですね。しますよ。本当ですか。ズボンなんですよ。おじいちゃんみたいに言われます、ね、ところどころないところあるじゃないですか、はい、これ全部カブトムシの幼虫みたいなのが今ここめっちゃ発生してて、それでもどんどんここのレタス、あのカッセルフランコとエンダイフ全部植えてたんですけど、はい、全部そのネキリムシになられて、あ、聞いてます。そうなっちゃったら自然栽培の方の場合はどうするんですか。畑を変えるしかない。されてなかったんですよ、うんうん、結構残ってて、うんうん、でちなみに有機物ってどんなものが入ったの。こういう草です。あ、うん、ここに生えてきた草です、うん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 、とか野菜の残渣とか、はい、これを細かく砕いて、はい、で枯らしてから土と一緒に混ぜ込みます。これがトマト枯れたんです。枯れてこんな色になるんだ。トマトが一番の化石頭なんですけど、もう今年は全然ダメでした。これクレシオ、クレシオ、クレソンも一緒です、ね、こちらだから、おクレシオンきますね。ハードパンチャー、これはすごい。小松菜です。小松菜、一般的に流通してる小松菜っていうのは、はい、チンゲン菜と掛け合わせてるらしいんですよ。全然違いますね。これこれが本間の小松菜です。今年ほど、はい、まだ下があるんかっていうぐらいのまで、なんか年々下手になってるんじゃないかって思いますね。種まいてみて見ないと。ああ、そんな世界なんですね。僕はですよ。トマト見たかった。ちょっと探してきます。いやいやいや、あるんですよ。あれマジっすか。これもこんな木でなるんすか。実がこれがす、いやちょっと衝撃。よかったらバジルと一緒にどうぞ。あ口の中でパスタができる。今その農業に、はい、そのこのお仕事をする上で何が欲しいですか。はい、あと草刈り機とか。ああの押すタイプがあるじゃないですか。はい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 、はい、あれ持ってないんですよ。あなんであそこののり面刈るのがもうしんどくて。大体みんな持ってるじゃないですか。これぐらいですよ。草刈りをしたところで1円にもならないのに、油代使って草刈り機の刃を変えて10メートル進むのも偉いのに。これオイスターリーフ。あ、これはオイスターリーフですか。店で食ったやつより全然オイスター。うまうまいというか、これすごい。うまくはないですよ。冷凍食券って知らない。地元の先輩なんですけど。そうなんですか。この県道沿いに焼き鳥屋さんやってる。ほうほう。テイクアウトなんですよ。へー。そこで、そこのタレはうちのニンニクを使ってます。あ、そうなんですね。ゴールデンウィークに店の前に鉄板出して、はい、あのニンニクと醤油とみりんで鶏肉をジャッジャ焼いたらしいんですよ。1キロ以上離れてる中学校まで見寄ってきまして、中学生が午前中部活終わってから匂いをたどって帰りきた。すごい。じゃあ焼き鳥屋さんに行ってきます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ご視聴ありがとうございました。励みになりますので高評価コメントどしどしお待ちしております。